明日はね、グランドフィナーレ、秋葉原駅の電気街口、ガンダムカフェ前で17時から行います。まあ、桜井のね、登壇というのはちょっと後ろの方になるんですけどもね、まあ、今回ね、グランドフィナーレのためにね、集まってくれたね、人たちがおります。もちろん有名な弁士ってのはおりません。有名な弁士っていうのはいないんですけれども、でもね、一人一人がね、訴えかけますので、まあ、ぜひね、その声を聞いていただければと思うんですよね。まあ、確かにね、選挙活動終わりですけれども、演説はね、終わりですけれども、今度抗議会戦やりますからね、ってやってあげようかなと思ってですね、ラストでですね、皆さんありがとうとか言いながら手振って、で、明日のですね、8時から抗議会戦スタートですということでね。いや、誰も抗議会戦やめるとは言ってないんでね。抗議会戦やめるとは私一言も言ってないですからね。17時からはグランドフィナーレということで、秋葉原の電気街口、秋葉原駅の電気街口、ガンダムカフェ前で行いますので、ぜひ皆さんね、応援に駆けつけていただければと思います。各地から桜井のためにね、集まってくれた皆さんが弁士として立ちます。有名な弁士はいないけれども、それでもね、ぜひね、この人たちの声も聞いていただければと思います。私は全てをかけて、人生の全てをかけて選挙に出ております。たとえメディアが報じなくても、皆さんが今日聞いた様々な主張をしてきました。そのことをあなたたちが伝えるんです。大勢の人たちの声が一体何を求めているのか、答えは簡単なんですよ。私は外国人問題を特に取り上げております。この外国人に対し、今日本政府あるいは東京都政も同じですけれども、日本人を下に置くとんでもない政策を行っております。だから怒りの声を上げてるんですよ。今ね、いろんな候補がおりますけれども、財源を明確にして皆さんに約束ごと公約をやっているのは桜井ただ一人なんです。そろそろね、大変残念ながら皆さんとのお別れの時間がやってまいりました。残念だ。誠に残念です。しかし今日はね、今日という日は必ずね、皆さんの心に何かを残したと思います。日の丸を掲げる人たちがこれだけたくさんいるんです。今日この日をですね、多くの人たちが記憶し、そして我々の歴史書はこう記すでしょう。7月30日、この日は我々にとって、日本人にとって、魂の独立記念日である。以上。